こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。またまたですね、ウォークマン直してみました。これはですね、ちょっと変わってる形してるでしょ。これはね、ウォークマン、ソニーのウォークマンの、WM-GX322 っていうモデルですね。これはですね、1995年から97年に製造された モデルです。で、その時の値段は1万2000円ぐらいなんで、どちらかというとローエンドに近いですね。これはラジオついてるんですよ。ラジオがついて、録音もできるんですけど、そのタイプで1万2000円というのはあのローエンドですね。はい。そしてそうですね。テープのコントロールもできるのかな。スピードのコントロールもできるようになってますね。ここにね、ありますね。そしてこれスピーカー、外付けのスピーカーがついてるんで、イヤホンなしでも聞けます。そしてこれラジオの部分は AM、FM ですね。で、再生は、テープね、ノーマルとクロム、メタルテープが使えるタイプです。そしてですね、そうかな。それで、こう最近、ワイド FM ってご存知でしょうかね。これ AM ラジオを、今までの AM ラジオをですね、FM で聞ける補完放送っていうんですけど、それはですね、93MHz とか FM でね、通常のラジオで聞けないんですけど、このラジオは結構昔なんで、テレビのね、3チャンネルまで聞けるんですよ。そのためにですね、なので、そのワイド FM もこれで受信できます。去年の12月に始まったサービスなんですけど、古い、ラジオでね、これなんかはそのタイプですね。ワイド FM も受信できます。で、まあマイクとイヤホン端子がついて、ここにチューニングがついてますね。これは取説があるんで、オークションかけるときには取説もダウンロードできるようにしておくんですけれども、そしてそうですね、これテープの方向を変えることができますね。このディレクションというか、反転というのがありまして、ここ変わります。どのくらいかな。あとね、スピーカーっていうのついてるんですよね。スピーカーとイヤホンをこう切り替える。なんでこんなことするのかなと思ってたんですよ。要するに、通常のウォークマンでも、モノラルタイプのね、TCM なんかでも、イヤホンを挿せば、イヤホンで聞けて、外すとですね、スピーカーになるんですよ。で、それちょっと不思議だなと思ってて、で、先ほどっていうか今日午前中から、今ちょっと午後なんですけど、夕方なんですけどね、ちょっとチェック入れてたらですね、 FM がえらい感度が悪かったんですよ。 AM はいいんですけど、 FM の感度が悪くておかしいなと思って、またですね、分解して確認してね、やってみても特におかしいことがなくて、そしてこれのね、サービスマニュアル、要するに回路図とかですね、そういうのもありますんで、それを調べたんですね。そうしたらですね、どうもアンテナがついてないんですよ。このウォークマンにね、 FM のアンテナついてない。 AM アンテナはこの中に入ってます。後で、中の様子をレポートしますんで、そこ見てもらうとわかるんですけれども、AM アンテナはあります。でも、FM アンテナ、通常はここにこうロッドアンテナって言うんですけど、棒状のアンテナなんですけど、これにはないんですよ。そして、回路図見て、こう、アンテナの入力のところ、IC を使ってるんですね。ソニーの FM、AM 用の IC 使ってるんですけど、その仕様を調べて、回路図を追っかけていくと、FM アンテナの先が、このイヤホンにつながってるんですね。そんで、確かね、昔ね、そういう話を聞いた覚えがあるんですけど、
要するにイヤホンのこのコードね、このコード自体が実はFM がアンテナになってるんですよ。そのために FM を聞くときにはイヤホンを挿さないといけない。通常ですとイヤホンを挿すとスピーカーの音が消えるんで、そうするとラジオはこうスピーカー、FM ラジオはスピーカーで聞けないということになるんで、そのためにね、こうやっぱイヤホンとですね、スピーカーが切り替えるこうスイッチがついてるんだよね。それでこの動作が納得しました。はい。そしてまあ今かけてみるんですけど、でもね、で電源はですね、こうウォークマンはこういう通常はねガム型の電池使うんですけど、これは裏にですね、このこう炭酸電池が2本入るようになってます。はい。で、DC アダプターでも聞けるようになってて、ここに 3V の DC アダプターがありますね。これは TCM モノラルの時でモノラル使ってるのと同じタイプの、アダプターになっております。はい。ということですね、ちょっと試しに聞いてみますね。まずテープの方、こんな感じでね再生してます。これはテープになってますね。ここね、テープ AM ラジオ FM で、ボリュームがついてます。で、テープのコントロールこんな感じでね、ゆっくり、こういう形でスピードを変えられます。で、ですね、ここ反転って書いてあるところ、ここをですねこう移動すると裏面になります。こうやってね、裏面と表面が切り替わるという。ここ見てみようかな。ここね、テープ見えるかな？変えて見えるかな？これが、変化しますね。はい。こんな感じでテープの方は動きます。そしてですね、録音なんですけど、ちょっと止めますね。あ、ほんで、これ、巻き戻しとかね。このタイプはキュルキュルって音しないんですよね。で、録音なんですけど、ちょっと録音の用のやつテープも。はい。録音の場合はですね、まあ、テープ、あんまり知らない人がいるといけないんでね。ここにね、爪があるんですよね。こう爪があります。これがね、録音のプロテクト、録音できないようにするためのものなんですけど、これを、折ればですね、折るとですね、録音できないんですね。で、再度録音したいときにはこうやってセロテープかなんかで、これはセロテープを二重に貼ってるんですけど、そうするとまた録音できます。これ録音のテスト用に使ってるテープなんですけれども、ですね、今ちょっと録音テストはしないんですけど、このね、注意点なんですよ。私もね、ちょっと間違えてて、録音ができないできないと思ってたんですよね。これ今、録音ボタンを押してもですね、押せないんですよ。なぜかっていうとですね、こう、取説、まあ、オークションで買ってくれる人にはですね、っていうか、ヤフオクの方に、ヤフオクのこの出品の方にはね、取説のダウンロードできるところを作っておくんですけれども、これね、これ押せないんですよ。で、中開けてないんですよ。ね、いろいろとね、やってみたんですよね。どうもおかしいおかしいと思ったら、こう、わかって、そして、取説を調べたら、やっぱり書いてありましたね。このね、
判定のところがですね、このこれプレイボタンはこっち方向向いてますよね。こっち方向プレイボタンの印ね、これに合わせなくちゃいけないんですよ。だからこれ今判定のところはこっち方向行ってるんですよ。こっち方向ね。でプレイはこっち方向なんですよ。プレイボタンこれに合わせるんです。プレイボタンと同じ方向に判定の方も合わせます。そうするとですね、録音が押せるという。これ気をつけないとですね、こう壊れたと思っちゃうんですけど、私もよく分からなくてね、取説調べたらですね、やっぱりそう書いてありましたんで、注意しておいてください。それとですね、まあこのラジオなんですけど、ラジオはここのつまみをやるとですね、今こう、あ、ここじゃない、チューニングやと、こうやって入りますね、FM ね、あ、AM です。これで、FM はこうなんですよ。ところがですね、これね、入らないんですよね。ということで、開けてみて調べたりなんかしたんですけど、その結果ですね、この、さっき、さっきも、説明したんですけど、この、イヤホンの、この、ケーブルっていうかね、線がね、これがアンテナ焼きますんでね。んで、これで、やると、こうやって、録音、FM が聞けるようになります。これで、ワイド FM にちょっと聞いてみますね。ワイド FM が、この辺か？この辺かな？多分ね、これが、これがね、多分ね、日本放送だと思います。日本放送のワイドですね。はい。こんな感じでですね、テープも、あ、これ文化放送だ。FM の文化放送？ FM の、ワイド FM の文化放送でしたね。と、もうちょっと行くと、あ、これかな？これが日本放送かな？ワイド FM ちゃんと入ります。はい。こんなところでね、これでテープをやって、こうやると、ちょっとこれあれだな。録音用のやつです。こんな風になります。この後ですね、中の様子をレポートしていきます。さっきのね、アンテナのところの回路図なんかもね、ちらっとね、お見せすることになると思います。はい。では次、では中の様子を解説していきたいと思います。まずですね、蓋を開けなくちゃいけないんですけど、ケースのね、それにはですね、側面というかですね、本体の裏というかですね、電池を入れる部分ですね、この写真のところです。そこの両端に2本ネジがあります。これをまず外しますね。そしてですね、これ隠れてるんですよ。電池蓋の中に隠れてるんですけど、この、電池蓋を開けるとですね、こういう形でこの中央の黒いやつ、ちょっと大きめのですね、ネジがあります。ここも外します。そうするとパカッとですね、裏の蓋が開いてこんな感じになるわけですね。はい、そしてこれでスピーカーついてる方とちょっと分離するにはですね、このフレキシブルの白いフレキシブルのケーブルを、取ります。これはね、ロックついてないんで、引っ張れば取れますね。そうすると、まあこちらが裏蓋の方の、ケースですね、ここで見えるのはこのスピーカーですね。スピーカーが2つあってですね、真ん中にちょっと基板があります。これがね、スイッチとかね、そういうのが入ってる基板なんですけど、この左下のね、スピーカーの止めてる金具なんですけど、これはこう錆びてるんですね。こういう形でですね、結構動いてるものも
結構サビがあったりするんですよね。その場合はこう後から出るかな、うん、これ外してね、そうですね、556つけたりですね、クレンザーでもって磨いたり、そういうようなことしますね。それで錆びないように、油を塗って、直したりなんかしてます。そして、本体の方で、裏蓋を当てるとこんな感じで、出てくるわけですけれども、これでですね、その後のそう、このね、黒いね、なんて言うんだろう、なんていうのかな、真ん中の方にちょっと真ん中に白いこう線が入ってる部品があるんですけど、黒い部品ね、これはですね、まあ主にですね、チューニングのですね、なんていうの、位置をこの白いところで表示するわけですよね。これが動くんですね。動く、要するに右のところに歯車みたいのあるんですけど、これがチューニング用の、まあ、ボリュームっていうか、こう可変するところなんですね。これをいじくるとですね、こう回すとですね、ギアが噛んでて、この黒い部品にね、ギアが噛んでて、この白い線の部分がこう左右に、この写真で言えば左右にね、こう動くんですね。それで何メガヘルツかっていうのがこう分かるようになってます。でこれを、取らなくちゃいけないんでね、それにはですね、このやつ、この黒い部品、これはね4つフックがついてるんですね。こんな感じにフックがついてます。これをね、まあちょっとね、この黒い穴の部分に、マイナス、精密のマイナスドライバーなんかをね差し込んでね、ちょっと動かしてやるとパカッと外れるんですね。これがちょっと横から見たやつですかね。こんな黒い部品がついてます。これスイッチなんかもここでつまみでできるようになってます。そしてそれとですね、このこれ4本のワイヤーがあるんですよね。ワイヤーというか、要するに配線ですね。これはモーターの方に行ってるんですよね。でこれ結構短く配線されてるんで、基板を取るにはですね、この、配線ハンダ付けを取ってやらないとダメですね。そうしないとここほとんど動かないんで、そのまま引っ張って開けるってわけにいかないんで、これも取ります。そしてさっきの黒い部品を取ったのがこれですね、こんな感じの部品です。裏側というとこういう形になってますね。大したことはないですけどこういう部品がついてます。ちょっと特殊な部品ですかね。そして、あとですね、その今の黒いやつを外すとですね、その下にですね、やっぱり小さいフロキシプルの、ケーブルが出てきます。これはねロック式なんで、ちょっとロックを外してやって引っ張り出しますね。ちょっとこのくらい小さいやつになると、気をつけてね、扱わないとこのコネクタがポコンと外れちゃうんですよね。なので私の場合は操作する前にね、これ一回外したらですね、フレキシブルのケーブルを外したらですね、ここにこのコネクタの方にエポキシ系のボンドでちょっと止めてますね。そうしないとちょっと引っ掛けただけでですね、これポロッと取れちゃうんで、そういう経験があるんで、これちょっとね、ちょっと慎重に扱わなくちゃいけない部分です。はい、そうすると基板がこのように外れるんですよね。はい、外れます。で以前から言ってるように、ここではまあボリュームとかですね、スイッチ類、その辺はみんな設定復活ゼリーで復活させてですね、テスターでちゃんと当たって十分ね抵抗値が下がってることを確認しないとダメですね。後からそれが原因で動かなくなることがありますから。あとはこのちょっと見にくいかもしれないけど、ジャックがね、この裏側、これが裏側の
部分ですね、基板の裏側、これでもですね、あ、赤と左右に赤と黄色のプラグなんですけど、こういうプラグ類の接触もちょっと気になるんで、接点復活剤とかスプレーしてね、あの調整しますね、復活させます。あとスイッチ類ね、その辺は全部接点復活剤、私はクレーの接点復活剤使ってるんですけど、その辺でですね、あの復活させます。でボリューム、ね、右のところに丸いやつがあるんですけど、丸い黒いやつ、これはボリュームなんで、それもね接点復活剤を吹きつけて、それであの十分ですね、あの、接点を復活させます。そうしないとこうボリュームをいじくるときにガリ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 こう音がするんでね、その辺をやりますね。そして基板を外した後の、あのメカの部分ですね、このメカの部分、これあの、外した直後なんですけど、これあのなんだ、ゴムベルトがこう緩んでると思うんですけど、これ取れかかってると切れる寸前ぐらいですね。この後ちょっと引っ張ったらもう切れちゃいましたね。こんな感じでゴムベルトがこう劣化してるわけです。でこれ、あ、このね、GX の322かな、これは結構ね簡単な作り方になってて、他のねウォークマンのメカとは全く違う構造ですね。これはどちらかというと TCM の安いバージョンに似てるかな、それともしくはあの EX21 とかですね、その辺の後期のちょ、ローエンドのね、マシンに使ってるようなあのメーカーですね。これはねネジ使わない、使ってなくて、あのフック2つこう金属のフレームの上側にね、上側を、フックで止めてるだけなんで、そのフックを外せばですね、このね、このメーカーの部分がそっくり出ます。そしてここはですね、まあモーターのところの付け根ですかね、配線のところこんな感じになってますね。この右のなんて書いてあるの、反対がこうさ、上下反対になってますけど 8902G っていう書いてあるやつ、これがモーターですね。これもね結構トルクが小さくなってるんですけど、これ後期のウォークマンなんかはこのタイプのモーターを使ってるみたいですね。多分同じ種類なんじゃないかなと思います。はい、でその辺あのフックを外すとですね、こんな感じでパカッと全部メカの部分が取れます。この状態でメカのですね、ホコリとかですね、こう滑りとかを確認していきますね。これプレイボタンを押したりとかですねして、この引っかかりがないかどうかっていうことを調べていきます。それでこれがその裏側ですね、この部分にカセットが入るわけですね。で、中央の下側にヘッドがあります。で両端にピンチローラーっていうのがありますね。こんな感じにメーカーの部分はなってます。結構ねやっぱ簡単に作れてる、要するにコストを下げるような作りになってますね。そしてこれあの蓋の方なんですけど、あ、蓋っていうかカセットの蓋の方なんですけど、こう蓋を外すわけですね。ここに、ここっていうか蓋の方にはですね、実はアンテナがついてるんですよ。アンテナといっても何だろう、AM のアンテナですね。はい、この蓋の裏側にこう黒い、部分がありますよね。そこにからちょっと線が出てるんですけど、本体側に行ってるんですけど、ここのところに、アンテナが隠れています。でこれを外すとですね、まあ、こういう形ですね。
ここあのアップの写真ですけど、こんな形になってるわけですね。これを外すと裏側にこう棒みたいなのが入ってますね。これ芯はですねフェライトですね。フェライト、あの磁石なんかに使う素材、フェライトですね。そこに細いワイヤー、銅エナメル線かな、そういうのがぐる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 巻いてるんです。これが AM のアンテナになります。で、ほんで AM のアンテナで、FM のアンテナどこかっていうことなんですけど、それはですね、あの先ほどですね、説明機能とかの説明のところにでちょっと触れたんですけど、実はですね、これですね、ちょっと待ってくださいね、これか、これがね FM のところの回路図です。これはね、この GX322 の、サービスマニュアル、メンテナンス用のマニュアルがあるんですけど、そこに回路図があって、そこの中の一部ですね、この IC1 って書いてあるのが、これがですね、これ下にも書いてあるんですけど、FM、AM、IF アンプ、MPX アンプって書いてあるんですね。これ FM の、まあ、アンプですね。IF って何つったっけな、ちょっと忘れちゃったな。それでこれがね、なんていうやつかっていうと、CXA1538N っていう、 N かな、言うと分かりにくいんですけど、っていう名前なんですよ。これね、ソニーのね、あの FM じゃない、ラジオ用の IC なんですよね。でこれの IC の、取説っていうかね、データシートなんかもネット上にありまして、これを見るとですね、こう分かったんですけど、これ細かく言うとね、この IC の19番ピンっていうのが AMRFIN って書いてあるんですね。この AMRFIN っていうのが AM アンテナの入力の端子なんですね。その横のピンで言うと18ピンになるんですけど、そこの信号はですね FM RF インってなってますよ。これが FM アンテナの入力なんですね。はい、それをですね辿っていくとですね、この写真にはこの回路図今映ってるところには載ってないんですけど、これがですね、イヤホンのマイナス端子に行くんですね。なのでイヤホンを、FM のアンテナとして利用してるってことになります。はい、こんな感じでね、回路図とかね、要するに全部の回路が分かんなくてもですね、例えばその基板上にあるですねデバイスの名前を調べて、それを検索するとそのデータシートがあったりとかして、そうするとね、だいたい IC の場合は特性とかも書いてあるんですけど、それと同時にアプリケーションサーキットっていうのかな、要するに使い方、こんな使い方しますよっていう例が入ってるんですね。その例があるとですね、非常にこう基盤を覆いやすいんでね、それをまあ回路の方の解析に使ってます。この場合はソニーさんのね、この GX322 っていう機種のサービスマニュアルがあったんでね、回路図が見れたんでいいんですけど、場合によってっていうか、ほとんどの場合は回路図ないんで、そうすると基板に載ってる IC とかですね、まあその辺をですね目安にデータシートを探して、その、基板というかね、マシンのですね、動作なんかを推測しておくわけですね。そういうことをして修理していくわけですね。ほとんどの場合はマニュアルないんで、そういうことをして解析していくわけです。
その辺はね、昔学生時代にね、ちょっとアルバイトでね、回路のね解析なんかをしてたこともあるんで、その辺が役に立ったのかなっていう気もします。はい、この辺がメーカーの修理とは全く違うところですね。メーカーの場合は部品も全部ありますし、回路図も資料も全部あるんでね、それで直すだけなんで非常に楽なんですね。ルーチンワーク的に直りますからね。で、基板が悪かったらその基板を大体取り替えちゃいますんで。なんですけど、私の、まあ、修理っていうかですね、直し屋としてはですね、何もない状態、資料がない状態、もしくは部品がない状態から、なんとかその機械をですね、100% としないかなくてもですね、復活させるっていうことが、まあ、特別な修理っていうか直すっていうテクニックにもなると思います。その辺のノウハウがこうあるわけですね。メーカーさんと違うノウハウですね。はい、なということで、まあ、アンテナの部分はちょっとこれで説明したんですけれども、そしてですね、今度は裏蓋のところですね。裏蓋のところはですね、こんな感じにこうさっきも出てきたんですけど、スピーカーがあったりとかするんですね。で、これをまず外していきますね。このスピーカーのネジとかを外して、そうです、あ、そうじゃないか、フックかなんかはあるのかな、あ、1個ネジがあるんですね。1個ネジで基板が止まってて、あとはフックで止まってるのかな。そして、基板を取る、ひっくり返したところですね、取ったところ、こんな感じで、下のところボリュームがついてるんですけど、これがテープのスピードをコントロールする ボリュームですね。で、その上にちっちゃいスイッチがあります。その辺は設定分割材で、両方ともね、ボリュームとスイッチ類、これも、ちゃんとですね、設定を復活させます。その上にちょっとちっちゃい赤い丸いのがあるんですけど、これは LED ですね、表示の LED。 はい、そしてスピーカーも外すとこんな感じになりますね。で、スピーカーの裏というかですね、表というか音が鳴る面ですね、その辺はちょっとね、ホコリがね入り込んでることがあるんで、できるだけ外してですね、こうこびりついたホコリをちょっと取ったりとかね、場合によってアルコールで拭き取ったりします。それほどね、めちゃくちゃにこの汚れてるってことはないんですけど、一応なるべくね、この辺を、全部ね綺麗にするようにしてます。はい、こんな感じで、まあ今回の GX322 は修理していったわけですね。はい、まあブログはちょっと今最近はこうサボってるんですけど、これもね、この GX322 も、オークションにかけるつもりなんで、そのオークションの URL を説明のところに載っけておきますんで、興味のある方はアクセスしてみてください。またいろんなこういったね、ウォークマンとかね、ソニー結構中心に最近やってるんですけど、レコードプレイヤーとかですね、今度ですね、ドットプリンターね、でっかいドットプリンター、こうちょっと預かってたんですけど、もう処分しちゃってくれって言われたんでね、置き場所がないから、もう使わないから処分してくれって言われたんで、その辺もメンテナンスをしてね、こうオークションに出そうと思いますんで、そういう特別なもの、ちょっと今ドットプリンターなんか見ることあんまりないと思うんですけど、そういうものも含めてね、昔のアンプとかですね、チューナーとかカセットデッキですね、その辺も
こう直していきますんで、こういう形で写真をベースになりますけれども、何しろ一人なんでね、撮影しながらはちょっとむ難しいんですよね、あのビデオを撮りながらっていうのはね。なので写真を撮りながら、修理した模様をまたレポートしたいと思いますんで、はい、あのチャンネルの登録していただけると嬉しいです。はい、どうも今日はありがとうございました。失礼します。ナオリンでした。